はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断スリーパープキットレイテオキ回戦、PC 版の続きをやっていきたいと思います。前回まで苦しんでいたレイテオキ回戦なんですが、これ無事に切り抜けられそうです。今はですね、敵の艦隊撤退中なので、これを各基地航空隊で追撃しつつ、ペリリュードトラックに敵が進行してきてますので、これの撃退というフェーズに移っています。で、各基地航空隊、特にフィリピン近海にいた基地航空隊なんですけども、これはですね、シンガポールとか硫黄島とかウェイキーとか、各基地に戻しました。もうこのフィリピンにね、航空隊を多く入れておく必要はなくなりましたので、作戦をね継続するために、各基地、元いた基地に戻ってもらっています。硫黄島とかもですね、だから航空戦力がだいぶ増強してあります。なので硫黄島近辺を通ってハワイとかね、帰っていくアメリカ軍の艦隊、これを追撃していければいいかなと思っています。では早速時間を進めていきましょう。絶対に守りたいところとしてはですね、ペリリュー、トラック、この2つを守らないといけないと思ってます。特にペリリューが陥落するとトラック、ラバウルへの補給線が断たれてしまうので、ペリリューは絶対に守らなきゃいけない。これを最優先に今ですね、第5巡洋艦隊、これがペリリューに向かって陸戦隊と物資を補充するために向かっていってもらっています。はい、小沢艦隊がアメリカ軍の第8艦隊空母3、これを撃沈して完全に壊滅させました。そしたら小沢艦隊なんですけども、この後は一度ですね、トラックに向かってもらおうと思います。トラックもかなりのピンチなので、ペリリュー経由のトラックというルートでトラックの救援に、もちろんペリリューもね、危なそうであればペリリューで陸戦隊も下ろします。ではまた時間を進めていきます。はい、硫黄島の航空隊栗林中将、これがアメリカ軍の第9艦隊の空母2を撃沈して、アメリカ軍の第9艦隊も壊滅させました。かなり順調に来てますね。ここまでの苦戦が嘘のようにアメリカ軍の艦隊を駆逐してますけども、味方の艦隊戦力ももう完全になくなってしまっているので、決して楽観できる状態ではないです。ではここでですね、まずこの輸送艦隊編成していますので、この編成とその動きご説明しておきたいと思います。まずもう駆逐艦2隻以外に配備できる水上艦がない状態です。なので、その駆逐艦2隻を第1戦隊、第2戦隊に配備して、輸送船8隻ずつつけています。これに、物資、陸戦隊、戦車を満載して、トラックに直行。トラックも少し危ない状態になっています。で、新しく今回ですね、第7艦隊を編成して、といっても、先ほどお話したように、もう水上艦はないので、潜水艦ですね。潜水艦を配備して、これもトラックに向かわせます。ペリリューは、もう敵の進行部隊さえ撃退すれば、しばらく安全が保たれるかなと思ってるんですけども、トラックの方はね、やっぱりかなり危険な状態になっているので、艦隊を派遣したいんですが、肝心の艦隊がいないので、このね、新しく編成した潜水艦隊を向かわせるという内容です。ペリリューもちょっと危ないですね。ではまた時間を進めていきます。ペリリューが、そう言ってるうちに陥落した。持たなかったか。そしたらペリリューはすぐに奪還戦に移りましょう。ペリリューがやられていると危ないので、トラックがね、完全に孤立してしまうので、ペリリューの奪還戦を早速始めていきます。ペリリューの奪還戦に関しては、ダバーを、メなどの基地航空隊と、あと今向かってもらっている第5巡洋艦隊、さらに小沢艦隊を投入します。作戦目標を変更します。ペリリュー基地の攻略に変更。いや、ペリリュー持たなかったですね。持たせたかったな。
モザー艦隊もベリリュー基地攻略に向かいます。今ならまだベリリューにそれほどの戦力は入っていないと思うので、ここで奪還しちゃいましょう。ここはスパイを送ってでも数を確認したい。航空隊0だね。守備隊60、要塞66。ここに入っていた航空機失ったのはちょっと痛いかな。まあ、しょうがないですね。ではベリリュー攻略戦始めていきます。はい、ベリリュー基地奪還しました。まあ、損害警備でねベリリュー基地奪還したので、ラマウルトラックが、まあ、ちょっと生っちゃいましたけど、補給が断たれてかなり危ない状態なので、この後ですね、レイテに一度艦隊を戻してラバールとウェイワクに物資と陸戦隊を届けてあげたいと思います。それと10月31日ですね、が来ると一応このシナリオのね一番最初のクリア条件達成できますので、このままそこまでねちょっと皆さんと一緒に見たいと思います。アメリカ軍の艦隊は壊滅させたとはいえですね、余力を考えた場合我々よりも持っているので、ここはですねきっちりとこの後の戦いを有利に少しでも進めるためにですね、トラックとラバールは確保しておきたいというところですね。では早速、まあ、ペリリューの方なんですが、どうなんだろうね、この後敵の進行があるのかどうかっていうのは考えておいた方がいいかなと思うんですけど、まずは、この8の陸戦隊でどこまで守れるかっていうところですよね。なのでまずペリリューの陸戦隊を増やすっていうのもしっかりやっていきたいんですが、これは地道に増やして両サイドも増やしておいて、トラックラバウルの救援を優先しましょうか。第9艦隊ももう物資ないので、これ一度最寄りの拠点に返しましょう。ここから一番近いのはダバオかな。ダバオただそんなに物資とかもあるわけじゃないんでね、3000でしょ、陸戦隊は39。そうだな、いやここはレイテに戻しましょう。レイテの方がたくさん持ってますからね、レイテに戻します。でレイテで物資を補充したらトラックとラバウルに戻ってもらいましょう。では艦隊を一度レイテに入れます。小沢艦隊どうするかだな。小沢艦隊もね、ちょっとこの後どこに向かわせるかというのは検討が必要かなと思うんですが、一度トラックに入れておきますか。小沢艦隊はトラックに入れましょう。そこで戦力の回復を行います。航空戦力ですね主に。で小沢艦隊は石油がない。ちょっと待ってくれ、ペリリューはそもそも石油がないぞ。ということは小沢艦隊はこっから動けないってことにならないかな。石油がなさすぎる、ピンチだな。小沢艦隊がペリリューで足止めを食らうっていう、この間にビアクから敵基地航空隊がやってくると非常にまずいことになりますね。2日間だったらどうだろう、戻れるかな。レイテに戻しましょう。ここに入れておくのはちょっと危険ですね。なので巡航速度にすれば7日間持つので、これでレイテに戻します。いやーペリリューが陥落したのが本当にここに来てじわじわと効いてきますね。痛い。はい、これで一応メイテ沖海戦のシナリオクリアになります。
で、このまま作戦を継続しますと。はい、では今回はねここまでにさせていただいて、次回ですねいよいよキャンペーンモードに突入ということで続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。